ルイ・リュシアン・ボナパルトは、フランス国籍の言語学者、文献学者、政治家。イギリスのウスターシャー、ソーングローブに生まれ、イタリアハーノで死去した。フランス第二帝政時代には、フランス国会議員を務めた。当時イギリスに交流されていたルュシアン・ボナパルトと、その二度目の妻、アレクサンドリーヌ・ブレシャンの第六子として、ウスターシャーのソーングローブで生まれた。 ナポレオン一世の老いにあたる。ルイ・ルシアンは、第二帝政時代に、コルスト及び、セーヌ県選出の国会議員として、重慶ルイ・ナポレオン・ボナパルトの政策を支持した。第二帝政が成立すると、彼は、上院議員となった。ルシアン・ボナパルトの他の子孫たちのように、ルイ・ルシアンも、ボナパルト公の称号を使用した。しかしその後、ルシアン・ボナパルトの子孫には、 定位継承権やフランスのプリンスの称号も与えられないこととなった。上院議員として、彼は1863年にレジオンドヌール勲章グラントフィシエその後グランクロワを授与された。1869年にルイ・デュシアンが作成したバスク7州の方言地図、ルイ・デュシアンは、自らの仕事のほとんどをバスク語の言語学研究に打ち込んだ。彼は、 バスク語を異なる方言ごとに分類し、この分類表は今日も用いられている。バスク語に加え、彼はイタリアとイギリスの地域言語の研究を行った。ルイルシアンはイタリア語、フランス語、スペイン語、英語、バスク語を流暢に話した。1833年10月、フィレンツェで彫刻家の娘マリア,アンナ・チェッキと結婚したが、 1850年に別居した。マリア,アンナが1891年3月に亡くなると同年6月にフランス領バスクスール地方出身のクレマンス・ルシャールと再婚した。クレマンスとの間には結婚前の1859年に長男ルイ・クロビスを設けている。ありがとうございます。